今春のケンタッキーダービーで5着に入った帝王パスワード、オス3歳、立冬、高柳大輔厩舎が、両前足膝の骨折で全治6ヶ月の診断を受けたことが7月2日、分かった。すでに骨片の除去手術を終えており、2日に放牧へ出された。復帰は年明けになる見込み。日本ではデビュー2連勝で3歳オープン特別の伏竜エースを勝っているが、現時点では3勝クラス。自己条件での復帰を視野に入れ、調整される予定だった。